さて、ジューンブライドという言葉があるように6月は結婚式のシーズンです。しかしコロナ禍で式のあり方はこれまでと大きく変わりました。ウィズコロナ時代の愛媛の結婚式の新しい形を取材しました。わー、滝が流れています。いや、とっても綺麗です。そして壁とベンチも木で作られているので、ぬくもりを感じる空間になっています。天井までの高さが7メートルと開放感あふれるチャペル。滝が流れる神聖な空間には優しい自然光が降り注ぎ、壁はイオカスリをモチーフにしたものになっています。このチャペルがあるのは松山市港町の松山モノリス。1日2組限定の貸し切り型の結婚式場です。結婚式自体は以前のこう大きいコロナ禍の時に比べると、かなりこう結婚式の数であったりとか、ご参列の人数も少し今回復傾向にあるかなと思います。そんな松山モノリスではコロナ禍である新しいサービスを始めました。ウェディングストリームというオンラインでご結婚式を参列いただけるようなサービスっていうのも展開をしております。2020年8月にスタートしたのは結婚式のライブ配信サービス。会場に来ることができない人も画面を通じてリアルタイムで挙式披露宴の様子を見ることができます。結婚式といえば豪華な料理も魅力の一つ。ではオンライン参加の人はというと、オンラインでご参列される方向けに祝い重というようなご自宅にお料理が届くようなものも私どもの松山モノリスではご提供できるようになってます。なんと結婚式当日に料理が参列者の自宅に届けられるんです。オンライン参列でも豪華な料理を味わうことができます。で、もともとはコロナの中でできたサービスではあったんですけれども、これから先もっともっと海外の方であったりとか、あとはご参列できないご遠方の方向けにも楽しんでいただけるサービスにはなってくるかなと思います。また思わず笑みがこぼれてしまうこんなサービスも。最近だとアソートデザートというものが松山モノリスではご案内ができるようになりました。タルトにモンブラン、マカロンと色とりどりのスイーツたち、その数なんと100種類。この100種類の中から新郎新婦が9種類を選び、オリジナルのプレートにしてゲストをもてなすことができます。こういったコロナ禍の中でこうビュッフェスタイルに対してこうご不安な思いだったりご心配されるというお声もあるということをお伺いしたんですけれども、その中で少しでもデザートのお時間を楽しんでいただけるようにという思いで、お二人でも楽しみながら決めることができるという面でもすごく好評いただいているかと思います。続いてやってきたのはベルフォーレ松山。こちらでもコロナ禍に対応した新しいサービスが提供されています。鍵となるのが披露宴会場に設置されたこの8つのプロジェクターです。今参加者のお顔が大きく映し出されました。離れていても近くでお祝いしているような気持ちになれますよね。プロジェクターで壁面にオンライン参加者の様子を映し出すことで、会場にいる人もオンライン参加の人も同じひとときを共有してもらおうという演出です。そしてこちらの映像は360度映し出されています。どの席からでもオンライン結婚式を楽しめます。新郎新婦との記念撮影もズームの画面で一堂に。まさにウィズコロナ時代を象徴する記念のワンシーンです。さらにウェディングのデジタル化はこんなところまで。あ、今招待状が届きました。開いてみます。URL をクリックすると、このように招待状のメッセージが表示されています。こ
ここから出欠席まで選択することができるんですね。とても便利です。なんと招待状の送付からご祝儀の決済までオンライン上で行うことができるんです。お送りも LINE だったりとかメールでお送りすることができるので、新郎新婦様のご負担も少ないかなと思います。ご祝儀までオンライン、まさに簡単便利で非接触なサービスです。今までオンラインウェディングを取り入れる前であると、もう出席をするか欠席になってしまうかのこう2つの選択肢しかなかったんですが、オンラインのウェディングを取り入れることによってすごい選択肢の幅が広がったので、ご新婦様の励みにもすごくなってるなと感じております。コロナをきっかけに大きく変わった結婚式のスタイル、ブライダル業界の挑戦は続きます。ここ1年で主流になっているものですけれども、はい、なんかオンラインって遠い場所なんだけど距離感はそんなに感じないんですよね。そうなんですよね。結構つながっている感覚ありますし、リアルタイムでお祝いを届けられる、うん、時間を共有できるってやっぱり嬉しいなというふうに思いますね、うん、なんかいろんなサービスの可能性ができそうですね、はい。